千葉県千葉市中央区にある歯医者 MF デンタルクリニックの安田です。今回は根管治療後のかぶせ物のパラジウム合金の特徴、メリットデメリットということについてお話したいと思います。根管治療後のかぶせ物でパラジウムというのは保険でできる銀歯と言われているものです。銀歯の特徴としてやはりメリットとしては安い基準が違いますが保険適用内でできる安価な補鉄物という括りになります。ただセメントも使えるセメントが限られてきます。保険内でやらない保険外で使うセメントも使えませんし、金属ですので金属の板をハンマーで叩くと反り返ります。それと同じように、口の中では常に歯を噛んでます。ごめんなさい、ご飯を食べるときにトン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 叩いているような状態が続きます。そうすると反り返ってきて、もちろん目では見えませんが、見えない、ぐらいの歪みですが、隙間が空いてそこからニジカリエス、虫歯になってしまったりすることもあります。またセメントが劣化してきて、でセメントが取れたところの隙間にバイ菌が入ってしまって、やはりニジカリエスになります。やはり保険で安くっていうふうに考えると、銀歯はとてもメリットは高いのですが、パラジウムはメリットは高いのですが、今現在金銀パラジウム、金も入ってますしパラジウムも入ってます。その2つは今すごく高騰しているもので保険で補えなくなる日もそう遠くなく多分来るとは思いますが、だから高いからいいわけではなくて、金の場合は普遍性だから貴金属なので価値が落ちない、上がるから金は重宝されますが、だからといって口腔内に使って一番いいかというと、やはりもうこの時代そういうものでもなくなってきているように思います。メリットは保険が効いて安い、デメリットとしてはニジカリエスの可能性が確率が上がってしまうということでしょうか。また、これはという質問があればご質問していただければ何でもお答えしたいと思います。お待ちしております。